初めて台湾に、来たんですけれども、皆さんの温かさが本当に心に染みて嬉しかったです。またぜひ来たいです。今日は本当にどうもありがとうございました。これからもフリーをよろしくお願いします。ぜひ見てください。